僕ね、今住んでる家がですね、まあ、結構壁が薄いんですよ。壁が薄い、はい、ところに住んでて、うん、夜中によく隣から、うん、プーっていう、あの、への音が聞こえるんですよ。おならの音が、プーって聞こえて、で隣なんかその、まあそのまあ、東京ですし、はい、あんまこの何があるかわからないんで、多分その挨拶とかはされたことない、お互いしたことないですけど、はいはいはい、なんかしても怖いやろうなと思って、一人暮らしやから、はいはいはい、でも女の人が住んでるっていうのは分かってるんですよ、なんとなく。あ、なるほど、隣は女の人なんやね、はい、でだからなんかその結構意外なさ、やっぱ家で一人だと誰も聞かれてないからっつって、そういうおならとかするんだなみたいなんで、なんとなく僕はちょっとなんか面白くて、なんかその、なるほどね、家でうーって、しかもめっちゃ濃くんですよ。ああ、そうなん、めっちゃ平子くんで。いやーな、女子の平。そうそうそう。まあまあ、でもまあ、その家でさ、そういう感じで。まあまあ、一人やるしな。うん。で、でもしばらくして、ちょっとそれ思ったんですよ。その、プーってなってて、で、また聞こえたとか思ったんやけど、ほんと濃くよなと思ったけど、あれみたいな。テレビの音とか聞こえないよなとか。ああ。なんか、電話の音とか。なるほど。生活音が平以外聞こえないんですよ。どういうこと、なんかどういうこと、確かに他の音聞こえるはずやもん、その音量やったら。その平子いてるくのいちみたいなことじゃないですか、ね、その、それもよく分からんけど、何にも音立てずに、なんかこう、そうやろ、生活してる目だけ、うん、なんだこれとはちょっと思ってたんですよ、はいはい、なんかおかしないかって、平しか聞こえないんですよ、うん、でもマジで平なんですよ、うん、ブーって絶対に、うん、で絶対に平の音ない、完全に平の音ない、うん、である時ね、これどう話したいかな、うん、なんかその一回こう家出て隣やったんで、はい、でパッて見たらなんか空き家になってたんですよ。その言ったらもう引っ越して、あ、はいはいはい、でそのそれこそ荷物をこうバーってやってるのを見て、うん、で、ああ引っ越したなってなんとなくそれだけ思って、うん、ただそれだけ、話したこともないし、で家帰って、でその晩プーって聞こえて、隣の部屋から、いや引っ越してるやんってな、うん、で翌日ちゃんとなんか、その掃除してたんですよ、管理人が、うんうんうん、見たら誰もいなくて、うん、えめっちゃ怖いね、えで以上です、以上、うん、本当それだけ、謎が謎の屁、謎のまま、屁の幽霊、謎が謎のまま、他の音聞こえないよ、だって聞こえない、何にも聞こえない、なんやろな、よほどバタバタしてる時にガーンっていう家具をこう動かした音とかは、はあはあ、だからそれはそれで聞こえるからマジやな、なんかその、はあはあ、割と壁厚いっちゃ厚いね、多分、薄いと思ってたけど、塀の音だけ、もしかしたらこの壁と壁の隙間に、なんか塀の霊が、塀をへこき幽霊が、幽霊がいるかもしれない、いやこれは謎やな、確かに、もう本当に事実なんで、本当これでおしまいなんですよ。